を見たいんですが、ゴミさんちょっとドライバーでお願いします。おゴミさんドライバー、ゴジッと関節を固めてドーンって叩いていくのか、ピャーンとムチみたいに、それを伸ばしていくか。実はですね、お昼ぐらいに世界同時発表されたテイラーの新作がこの組み合わせの、これね、神ってると思うんですよね。カットビ、こんにちは。こんにちは、カットビゴルジュクの浦です。ダブルスピーカーチュアです。インカライブゴミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。痛いだけです。痛いだけです。じゃあ、ね、ゴミさんのレッスンをさせてもらうということで、はい、前回、8番ヤーでね、レッスンをさせてもらいました、うん、もう当然のごとく8番ヤーを握りしめる、うん、ゴミさんのスイングを見たいんですが、ゴミさんちょっとドライバーでお願いします。おゴミさんドライバー、ゴミさんもうドライバーからちょっと行きたいんで、もう8番もう満々満々だったのに、はい、ですよね、ですよね、はい、なんで変えちゃった方がいいんですよ。もう今多分8番打てちゃうんです。多分同じショット今もうできちゃうんですよ。今むしろあれをやってみたいんだよね、自分で。でもドライバーと思います。前回見ました。あれ見てたら練習場行きたくなるでしょ。僕マムさん撮影関係なかったら、マムさんごめん一回でいいちょっと一回打たしてって言おうと思ってたぐらい、あの先を打つとかやりたかった、はい、そうですよね。ドンってやってみたい、はいはい、意地悪じゃないんですよ。ちなみにまさかの8番や握りしめてるゴミさんにドライバー打ってくださいと。ちょっと待ってと、さっきの1回でもいいからやりたいと。いやダメですと。ドライバーやってください。なぜかっていうと、ゴミさんにとって必要とかはそこじゃないんですよ。今のをやったところで何にも、いや今はもう絶対、まあ、やるけどね。もう全然やってもらっていいです。全然やってもらっていいんですけど、最優先がそこじゃないんですよ。なるまあ人それぞれっていうところのまさにですね、課題が違うと。でまさに、でそれがドライバーなんですね。珍しいよね、うちいきなりドライバーからやる、うん、それだけなんか変わりもんってこと、個性的ってこと、変わりもん。前回のレッスンがあったじゃないですか、はい、あの時に私が思ってたよりも、3回、4回分ほど先まで行きました、1回のレッスンで。すみません、バフゴミさんちょっと飲み込み異常に早い、はいはい、センスあるから、マジでセンスあったんで、うん、でもヘッドスピード速いよね。速いですよ。だからそれを押さえつけるための8番です、はい、コントロールできないヘッドスピードの速さが出てたという。あ、そういうこと、そういうことです。そういうことです。今日は、ちょっとドライバーをね、ちょっと先に見させていただきたいなと思います、はい、頑張ります、はい、早速やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カットビ、はい、すげえ。よし、いきます。はい、なんでやねん。いいですよ、いいですよ、いいですよ。なんでやねん。136ヤードしか飛んでない。伸びしろありますよ。ダムダムダム、なんかうまいんだよね。うまい、センスある。これをどう持っていくか、マダムさんみたいにゴジッと関節を固めてドーンって叩いていくのか、結構ふんやふんや体を柔らかく使って瞬間的にヘッドを走らせてピャーンとムチみたいに打っていくタイプなので、それを伸ばしていくかっていう。はい、質問。はい、僕完全ムチ系イメージなんですよ。はい、どっちが飛ぶんですか。あー、ちょっとやりましょうか。私がドラゴン大会に出た私のスイング見た人たちは全員ムチって言います。本当ですか。はい、ドラゴンの時の打ち方はこうです。おお、こうやって構えに打ちます。おお、普段のラウンドの時は関節を固めてこうやって振っていきます。おお、マックスの距離でいうとどっちかというとムチなんですよ。ああ、うん、
ただラウンド中にあっていうのを絶対に減らしたいっていうなら関節がダメでゴチゴチなんですよ。答えで言うとですよ、使い方なんですよね。これは今ムチっぽく振ったんですね。まあ、さなんかさ鼓膜破けそうだよね。音すごっ。300はもうこれでいくじゃないですか。いくじゃないですか。固めていきますね。ムチっぽいけどな。ちょうど締めるじゃない。あんま変わらないんですか。マックスで言うとムチっすね。マックスのマックスでいくと平均アベレージでいくとゴチゴチっすね、うん、どっちがいいかな。なんでさドライバーがさアイアンみたいに振れるんだろう。ピッチングフルショットをまんぶりしてるようなぐらい早くとってもうフィニッシュなんだよね。それにお答えしましょう。じゃあすいません僕、まあ、なんかそれは僕浦さんの動画見てていつも思ってたこと。あ、全然いいと思います。多分気になってる人もいるしそれを聞きたい人いっぱいいると思うので多分ですけど、さっきの8番矢見てて固めたやつドーンっていうのちょっと打ちたいなっていうの多分どっかにあったと思うんで、それを絶対やってほしくないのでいきなりドライバーなんです。なるほど。絶対に無知です。無知です。はい、ベイトシフトをうまく利用した無知タイプです。ムチです、はい、何も知らないってやつね。ムチのムチ。なるほど。ムチのムチ。ムチちゃんだっていつもそんな感じじゃん。すごい。あ、そうです。いや僕はムチなんだけど、いやさっきの本当にまさに見ててちょっと固めてなんか叩きいくのがいいのかなみたいな。ちなみにですけど固めることはすごく大事なんですよ。これからのテーマなんですよ。ただあくまでムチのようにしならせて使うために自分の芯は固めておくことによってムチの速度を音速まで持っていくっていう使い方になります。今振ってる本人もムチになっちゃってるんです。ムチを振る屈強な人でいてほしいのに本人もムチになっちゃってるので、タコだ。そうです。振ってないけどそんな感じ。タコになっちゃってるんですね。タコはダメ。タコが一生懸命ムチ扱ってる感じ。そうですそうですそうです。そこそこのしっかりした人がパチーンって行くから初めて加速するわけであって、体幹シーンビシッとしろよお前。そういうことだよ。そういうことだよ。でドライバーなんですよ。ヘッド重すぎですね。一旦300ヤードへの道ではなく More smooth More spin More easy Great use for all golfersDesert Eagle Stun Golf カットミ。クラブをちょっと選んでいきたいなと思ってて、実はですねお昼ぐらいに世界同時発表されたテイラーの新作がなぜかここにあります。ドイーイーイイイイイイイ。ちゃんと後で言うから、今説明したらそうなんだってなるから本人から今本人の固定概念を潰してやらないと意味ないから。バブーナイスバブー入りました。これねこの組み合わせのこれね神ってると思うんですよね。神神ってると思うんです。どうぞ。これいいと思うんだよな。これ長いんだよ。ほらいい感じ。どう打ったらいいんだ。あんまり固定概念にとらわれず、普通に振れるだけ頑張って振ってもらっていいです。ただ力んで振ってもらって結構です。はい、うん、ナイスです。今ちなみにどんなスペック振ってるかって話なんですけど、60グラム台の X のシャフトにロフトが7度です。ハードっすね。はい、ハードでしょ。でも出ちゃうんですよ。なるほど。これが今回テイラーが出した3種類のヘッドの中の一番簡単なやつ、うん、LS ロースピンモデルノーマルでマックスで球がとにかく上がる、球がとにかく引っかかるっていうモデルをの9度なんですけど、これを2度立てて7度にしちゃって硬いシャフトを入れれば全然曲がらないんですよ。
マックスのロフト9度を2度立てて7度にして、シャフトは 60X、 アーケロンの 60X、 結構しっかりしたシャフトをこういう超イージーヘッドに入れると一生曲がらないクラブが出来上がるんですよ。今 60X から、今度 50X に落とします。軽くなるってことですね。はい、軽くなります。さらにさっきより 10g 軽くなりました。長さもほとんど一緒です。そうすると簡単なんですよ。今打ち損じじゃないですか、でもどうなるでしょう。これだから、まずゴミさんがやらなきゃいけないのは、絶対に曲がらないクラブで思い切り叩くことを慣れることです。思い切り叩くことで慣れてないんですよ。マナブさんの場合は多分思いっきり殴れって言われたら思いっきり殴れるタイプなんですよ。ゴミさんの場合いろいろ考えちゃう。思いっきり振るってことはこういう体の使い方をしてって論的に頭の中で並べてからやるんで、もう思いっきりでもなくなるんですね。何やっても絶対にフェアウェイあたりにいてくれるクラブで、とにかく思いっきりしばくことを慣れる。思いっきり振る、強く叩くってことに対しての固定概念、ダメだと思ってる固定概念、まず取っ払うことが大事です。いつの日か力を抜いてふわーんと振って勝手に飛ぶようになると思ってるようじゃ大間違いなんですよ。そんな日は一度も来ないです。この人生では絶対に起きないです。思いっきり叩いても曲がらないをまず覚えてもらいたいですね。知らないうちにブレーキをかけてる感じなんですね。そうです、そうです。心のブレーキを。僕は心のブレーキいつも野さんは体でブレーキ、体でブレーキ何かでブレーキかけてるから要は飛ばないわけだよね。そういうことです、そういうことです。ブレーキかけなきゃいくんです、300っていうのは。そんな遠いことじゃないんですよ。なるほど。大体のおっさんが300メートル飛ぶんだよねって言ったら、まず間違いなく嘘だろあいつって、まあ、多分思うと思うんですよね、うん、うちの生徒さん、あんた飛ぶっていう人が飛びますから、うん、お二人より全然背が低い、うん、お腹もぽよんぽよんで、だからたまらないね、この人っていうタイプの人が300超えますからね。まずは怖がらないところから覚えてもらいたいですね。ほら、曲がんないでしょ。曲がんない。びっくりするぐらい曲がんないでしょ。私別にテーラーメイドの回しもんでもなんでもないんですけど、マジでこれはエグいです。マジで曲がんないでしょあれで曲がんなくて250飛んでるやん。正直もう十分感あるじゃないですか、うん、ロースピンモデルでクラブ長くしてシャフトをできる限りしならせられる方向でアッパーで飛ばすっていうのが一般的に一番飛ばす飛ばし方なんですけど、今はもうね、慣性モーメントがすごい働くヘッドがいっぱい出てるんで、そういうヘッドにガッチガチに硬いシャフトを入れて振り回しまくってもどんだけっても曲がんねえっていうのが主流になりつつあるんですね、うん。マナブさんパッて打ったら曲がんないんやろ。いやいやいや、どうぞどうぞまたそういうさちょっとやめてよ、ほんとにもう。いやでもマジで曲がんないでしょ。曲がんない、曲がんない。マナブさんこれは曲がんない。これはね、曲がんないよこれ曲げるとこじゃん、どう考えても悪すぎる、ほんとに。はい、かみたノラさんのこの感じは多分想像のさらなる上を行きました、ね、上打ってたね、今かなり上打ってたね、想像のねそれはそうなりますわな。え、全然わかんないね。あ、オッケーです、オッケーです、はい、もうアイアンで練習してくださいいや、さっきのアイアンの打ち方になっちゃってる。なるほど。だからクラブが上からしか入らないから、テンプラになるのはもう目に見える。ああ、なるほど。何でも考えないの。思いっきり打ってください。マンブリしてください。マンブリね。はい。ほんとマンブリね。見てて。オッケー、いいですよ。みんな気づいてます？思いっきり振り出してからのゴミさん。全員最短でベストスコア行ってもらいます。今すでに70代まで来ても82度と打たないゴルフ。全員最短で70代。これちょっとね、DD でね、今毎週もうこれだけやっとけと、今週これだけやれっていうの毎週出してる。新規の人はこれだけやれみたいなのはまあまあ、進めたいんだけど、昔からやってる人たちが本気でやろうってなった時にどっからしたらいいか分かんないと思って黙って1週間これやる。ほんでそれやった先でスティンガー打てるようになったり。あ、だって愛ちゃんが6ちょっと打ててるからね。
すごい。チャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。概要欄の方から各種 SNS ですね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。下半身で腰で胸、お腹ね、胸で、ここから肩と肘が連動で、リストでパンって叩いていくんですけど、ここまで連動していくとエネルギーが増えすぎちゃってクラブが遠くに行くんですね。そうするとこういうゆったりしたフィニッシュになってしまうので、私は全ての関節を使ってインパクトで叩いた直後、今までバラバラで動いてた動きを全部ひとまとめにして首にシャフトをパンと巻きつけに行くんです。要は正面から見た時のアークサイズをフォローを大きくして飛ばしてたのをもうやめて、うん、今小さくしてるんですね。距離落としてるんですよ、うん、だからショートアイアンみたいな感じっておっしゃられてたのは距離を落としてるからです。本来はこういうフォローの出し方になるんですよ、うん、ただ危ないんですよね。背中にも来ちゃうし、各関節にね痛みが来ちゃうので、怪我をしている状態なので巻きつかせてごまかしてるっていう状態ですね。なるほど、はい、手首がもう完全にアウトなので、それをごまかすために首にすぐに巻きつけて小さめのフォローにしてる。そうすると安定して距離出して曲がらないっていう。やばいよ、なんか音がさやばい、すごい320。突然あの GT3RS のレッドゾーンの音が出てきた。ゴミさんの時だけ CM に入る時の声、ゴミさんのカットビ使おうか。カットビだけなんかもう一回入れて入れてもらってね。言ってみ、あ、違うな、これじゃん。なんかちょっと違うな。ちょっとなんか妖精っぽくなる。カットビ。このぐらいじゃん。できんじゃってんじゃん。